明日はきっといいになる、いいになる、いいになるでしょう。今回は洋食屋の店主小川誠司さんに健康な食事についてお話を聞きましたよ。県内外で料理人として50年以上経験を積んできた小川さん、7年前にオープンしたこの店は何た店なんですか？やっぱり気楽に入って気楽に、食べれる店でありたいと思うんですよ。構えることなく、それでいて、いやなんか体に馴染んでるなみたいなことを感じてもらえば。なるほどな。メニューを考えるときに大切にしていることは何ですか？健康キーワードでやろうと思って。小川さんが健康を意識し始めたのは横手の発酵料理の店で料理長をしていた時のこと。その時々の出たものの素材を楽しんで食べてる。素材の味が強ければ強いほど何もいらないです。で、塩気いらない。旬の食材の素材の味にこだわっているんですな。酒粕を入れて旨味をプラスして塩分を抑える工夫もしているんだぞ。他にも健康な食事のポイントはあるすか？野菜はたっぷりです。カレーは粉使ってないから、じゃがいもとかかぼちゃに玉ねぎが入る、人参が入る、何でもかんでも、ことことことやるから野菜のポタージュなんですよね。ここへ来るお客さん、野菜がいっぱいで助かる。野菜取るときないからっていうのは。バリトンさん、県では秋田スタイル健康な食事を推奨しています。減塩とプラス野菜果物に配慮した食事で健康寿命日本一を目指しているんですよ。認証制度も設けていて、小川さんのお店を含め現在26店舗112のメニューが登録されています。健康に気遣いして、ああ、じゃあそれ俺にもちょっと教えてみたいな、そんな感じで広がればいいです。よし、俺も減塩プラス野菜果物で秋田スタイル健康な食事を意識してみるぞ。障害のある方が公共施設で利用料金の減免を受ける際などにスマホ用のアプリで本人確認ができるようになりました。詳しくは各施設へお問い合わせください。鹿角市の大湯ストーンサークル館では 3DCG や AR などの最新デジタル技術による映像体験プログラムを導入しました。映像を通して世界文化遺産大湯環状列石の魅力を体感しましょう。秋田ビジョンネクストスピンオフも見てけれな。